事、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日は私目線からの、冬休みの過ごし方、冬休みに食べたものを作ったもの、あとやったことを取りまとめて総集編でお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。この今映ってる映像はですね、私がいつもやっているエクササイズで、ステップというエクササイズです。今はね、オンラインでいくらでも YouTube で無料で先生がやってくれるので、それを見て、1時間ぐらいはやりますね。週に1回やります。で、ステップは楽しいし、有酸素運動になるからやってるんですけど、本当は筋トレが一番体にいいので、筋トレ大嫌いなんですけど、後の1時間は筋トレをやるようにしています。筋トレが一番体にいいって言っちゃったんですけど、まあ誤解があるといけないので言うんですけど、筋トレの方が、なんていうの、体の代謝が良くなる。で、こういう有酸素運動はその時だけのカロリーが消費されるだけなので、実際に体力がついていったりとか、体全体のその長期的な面で考えると、合理的なんですね、筋トレの方が。それでやっぱり50代過ぎると、さらに40代過ぎた時から感じていたことがさらに拍車をかけるので、代謝がすっごい悪くなるんですよね。なので筋トレしないと代謝がさらにどん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 悪くなるっていうイメージですね。あとこれはね、昨日ラジオ聞きながら塗ったキッチンクロスです。キッチンクロスも全部もう真っ黒くなっちゃって、新調しなきゃと思って何枚かは買ったんだけど、それじゃ足りないから、これを余った布ね、これ洋服とか縫って余ったダブルガーゼを中途半端で、これだとズボンもシャツも縫えないなみたいな大きいのが余ってたから、それで一気に縫いました。こうやってかけてられるように、かけてね、乾燥できるような形にしてみました。こういうのって実はめちゃくちゃ簡単で、皆さんもよくやってみてほしいんですけど、まず2枚の布を合わせてぐるりと1センチ縫い代で縫いますね。で、このぐらい開けといて、返し口を。で、ひっくり返したら返し口のところの端っこにこう紐をつけて、今度はこの 1,2 ミリぐらいの間隔でぐるりと一周縫うだけです。これぐらいの大きさだったら布がずれることもないので、ここに止め縫いとかをしなくてもいいし、それだけです。私の雑巾の縫い方、雑巾っていうか、まあキッチンクロスなんですけど、それを昨日ひたすらラジオを聞きながら縫いました。そう、ラジオを聞くのも、ラジオでオーディオブックを聞くのもすごいハマっていて、昭和のミステリーとかを聞きながら最近やるのがハマっていて、あと向田邦子さんとかもう全部読んだぐらいの勢いで聞いてます。なんかね、その昭和の情景がすごい新鮮で、昭和の人たちの物言いとか、なんかこう行動がすごい新鮮で面白いです。昭和の人って自分も昭和なんですけど、なんかこう現代のこの進化した状況にまみれて生活してると、その頃のことってどんどん忘れてて、めちゃくちゃ新鮮で面白いので、ぜひ皆さんおすすめです。はい、それから新年買ったものの一つとしてこちらになります。このちりとりとほうきなんですけど、私これ長いタイプ、イギリスでこういうふうにこんな長いんですね。イギリスって大抵これぐらい短いのが主流なんですけど、長いのを見つけたので買いました。でね、これも同じようなの持ってたんですけど、この下のところにが曲がって、このラインが曲がっちゃうと、こういうふうにぴったりと床につかないと塵が取れないじゃないですか。で、ここのところにギャップが開いちゃって、こうやっていくら履いてもホコリがこの下に入っちゃうみたいな、そんなことが起きまして、こちらを新調しました。これは eBay で7ポンドぐらい。こういう雑貨は本当にイギリスはより好みしなければものすごい安いんですね、生活必需品として。なのでこちらを新調しました。で、これね、すごい良かったです。しゃがまないでいい。
しゃがまないで済むことが結果的に健康につながるかどうかよくわからないんですけど、っていうのも私イギリスに来てからなんかテーブルとかもこたつとかもないから床に座るっていう行動しないんですよね。でモップとかで洗っちゃって掃除も膝をつくことがなくなるじゃないですか。そういうことをやっぱり10年以上続けていたら膝が曲がりにくくなってしまったんですね。で今一生懸命ストレッチとかしてるんですけど、だから結構ガーデニングの時とかにきついですよね、年取ってくると。買ったもの、家のものですけど、この棚です。この棚、インスタとかフォローしてくださっている方にはオンタイムで情報が行くので見てくださっている方もいらっしゃると思うんですが、この棚を買いました。もうね、細々としたものが5人この家にまた揃った時すごいことになるんですね。今下空いてますけど、これもう散乱するんですよ、この中に入っているものが。でもう本当にお風呂に入るたびにぐちゃぐちゃで、この辺がいろんなものを置いてあって、子供たちのグルーミンググッズとかが、もうそれで耐えきれなくて買いました。こちらハビタという雑貨店で買いました。ね、タオルを4枚ほど雑巾としておろしたのでタオルを新調しました。この蜂のマークの可愛いタオル1枚と、あとはこのタオル、ウォッシュ&ドライって書いてあって可愛かったので、これが4枚組になってたの。だから4枚セットで買いました。それからね、あと雑巾予備軍がまた見つかった。見てください、このグレーになったタオル、こんな薄くなっちゃって。でも何気にこういうタオルって水を吸い取ってすっごい良くないですか。だから雑巾にするのがぴったりなんですけど、見てください、これおはよう朝日ですって、関西の方の情報番組なんですよ、朝の。私それに出たことがあって、そのディレクターさんがくれたものです。なのでちょっと雑巾にしちゃうのどうしようって思って、多分今まで生き残ってきたと思うんですけど、ついに雑巾にしちゃおうかなって思ってます。そう、母の誕生日プレゼントに縫ったバッグが完成しました。このね、肩ベルトもちゃんと今度は既製品を買ってきて取り付けてみました。なかなかよくできたと思います。色もすごいいい感じですよね。布がちょうどね半分余ったので、自分の分もこの色で塗ろうかなと思ってます。ちゃんとアントミルスっていうこちらのブランドがあるんですけど、もう日本にも多分進出していると思います。ただしパターン類は翻訳しないと使えないから、今後どういう風に展開していくのかちょっと興味があるところなんですけど、今のところ英語のパターンしかないはずです。それのパターンで作りました。パックとタンっていうシナバンのこのバッグがあるんですけど、でマーチャント&ミルズのパターンってちょっと意味がわからないことがすごいあるんですね。でもうそれ知ってるんですけど、まあ可愛いのでつい買っちゃうんですけど、だからもうパターンの説明ほとんど見ないで作りました。もうね、なんでこここうするみたいなのがすごいあるんですよ。だから裁縫に慣れてきた人は自分で勝手に作っちゃった方が楽だと思います。はい、やったこと、ちょっとこれもう詰めちゃったので全部出せないんですけど、なんかこうちっちゃいサイズのポーチが欲しいっていう私のメイが言っていて、で縫ってあげたいなと思っていたので、どんなのがいいか分かんなかったから適当にいろいろ縫って、私の水の上に口出してアップアップするようになった。アップアップがアップップアップップになったと。引っ張っている黒の子犬がテリアか何かの雑種らしいが、なんともかわいい。少年はこの犬が自慢らしく、まあかわいいと声をかけそうな私の気配を察してか、わざとゆっくり歩いている。はにかみ屋のくせに犬を褒めてもらいたいのだ。はい、いよいよお料理のコーナーになります。今回はダブルチーズバーガーを紹介したいと思うんですけど、以前もスマッシュバーガーとかいろいろバーガーの動画は出してきてるんですけど、今回新たな発見があったのでぜひ皆さんにもやってもらいたいなと思って紹介したいと思います。
で、お肉の方はなるべくいい質のひき肉を使った方がいいと思います。できればお肉屋さんでひいてもらうとか、ステーキ肉を自分でひくとか、それがベストなんですけど、まあ、もちろん普通の牛肉でも大丈夫です。で、アメリカのバーガーっていうのは中につなぎとか一切入らないんですね。それがまず日本人の皆さんにとってはハンバーグってもともと牛乳とか、あとパン粉とかいろいろ卵とかもいっぱい入りますよね。なのでと思うと思うんですけど、実は一切入らないんですね。それでよくビーフパテ 100% とかって広告が出てると思うんですけど、本当に 100% で何も入りません。そしてね、このようにこねる時のあれなんですけど、日本のハンバーグ作る時って粘りが出るまでって書いてありますよね。それを粘りが出るまでやる手前で止めるんです。それが前もね、これをいつもの癖で粘りが出るまでかなりこねてからやってたんですね。で、そうするとやっぱりなんかどうも肉が硬くなるんですよ。で、つなぎを入れて柔らかいハンバーグに慣れている日本人にとってはやっぱり硬くなってしまうのがどうしても気になっていて、あと焼いた時に硬くなって膨らむのでバーガーとして挟みにくくなっちゃうんですよね。なので今回はこれぐらいで止めてみたんです。粘りが出るちょっと前でほとんどもうボロボロのお肉が混ざっている感じの状態と思ってください。それがちょっとまとまればいいかなぐらいな感じ、それぐらいで止めます。そして私はタークのフライパンで焼いてます。一番おいしく焼ける気がしますね、やっぱり。それでね、これはどっかの屋台の動画で見てインスパイアされてちょっとやってみたんですけど、まあ、これはちょっと牛脂を使っています。もっとリッチに仕上がるかなと思って。で、これは全然オリーブオイルとかでもいいと思うんですけども、玉ねぎの薄切りを用意しておいて一緒に焼くんです。もうこれね、本当おすすめなのでやってみてほしいんですけど、はい、まずはね、こうやってコロコロに丸めといたお肉をまずフライパンの中に入れます。そしてもう何でもいいんです。ターナーでこうやってギューって潰していきますね。なるべく薄くします、この時に。うん、なるべくってまあ本当ある程度ね、平たくギューッと押していきますね。日本みたいにこうキャッチボールをして中の空気を抜いた後に中の方をくぼませてからみたいな、そういうことも全くしないで大丈夫。本当にちょっとひとまとめにしといたものを入れて、で、焼きやすいようにこういうふうにちょっと線をつけても大丈夫です。はい、そしてここからがポイントなんですけど、これでね、焼きつけていくんですけど2分ぐらい。それであらかじめ玉ねぎの薄切りを用意しておくんですけど、それを上にたっぷりと乗せていきますね。そして焼いてる間も私は蓋はしませんでしたね。ずっとこのまんまじっくりカリカリになるまで焼いていきます、中火で。はい、そしてね、焼いてる間に塩コショウをしますね。結構たっぷりめに塩コショウしていきます。お肉を混ぜる時にも多少塩コショウ混ざってるんですけど、さらに焼いてる間に上にしますね、塩コショウ。はい、そしてね、2分ほど焼きましたらひっくり返します。この時玉ねぎがねちょっとボロってなっちゃうんだけど大丈夫、気にせずに。で、玉ねぎ炒めなくてもちゃんとしっかり焼けてくれるんで、これで肉の臭みとかも取れるし、めちゃくちゃ美味しいのでぜひやってみてほしいです。そしてそのひっくり返したタイミングで溶けるチーズを上に乗せます。このチーズなんですけど、アメリカンチーズじゃないと溶けないので、イギリスのヨーロッパ系のチーズでやってもこれはうまくいきませんので、なるべく安いクラフトチーズとかを使うといいと思います。はい、そしてひっくり返してからさらに 2,3 分焼いていきますね。そしてチーズも溶けてすっかり焼けたなと思ったら、このように2つを重ねます。はい、そしてちょっと取れちゃった玉ねぎとかも寄せ集めてバーガーバンズに挟むだけです。たったこれだけで、しかも以前私がやっていた方法よりもさらに簡単になったわけですね。粘りが出るまでしつこくこねないで、もう本当にひき肉そのままぐらいな感じだから、結構引き算で美味しくなることっていうのはたくさんあるっていうことですよね。そしてバーガーバンザに挟みまして、綺麗にダブルチーズバーガーができるということですね。薄くすることで挟みやすくなるし食べやすくなるので、もう本当におすすめです。はい、家族にもね、本当に今までで一番美味しかったというお墨付きをいただきましたので、皆さんもぜひ興味があったらやってみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。